どうも、皆さんこんにちは、チャックマスです。本日はですね、ANA が運営しているマハロラウンジっていうのがですね、ハワイのワイキキショッピングプラザの2階にね、あるわけなんですけども、こちらね、今まで ANA のね、トラベラーズのチケットで行くか、もしくは現金を払わないとですね、こちらのラウンジなんですけども、利用することができなかったんですよね。 これがですね、なんと先日 ANA のね、マイレージクラブ会員にですね、解放されましたので、本日はね、こちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、2022年にね、ハワイに行った動画で、ちらっとね、このマハローラウンジって出てきてるんですよね。まあ入ろうと思って聞いてみたら結局ね、断られてしまったわけなんですけども、このマハローラウンジね、ANA がまあ運営しているね、まあ休憩所みたいなところなんですけども、こちらがですね、ANA のね、マイレージクラブ会員で であれば、まあ、基本的にですね ANA の飛行機で利用されている方は誰でもね利用することができるっていう風になっておりますんでこれからねゴールデンウィークとかもね控えておりますし ANA の、ね、飛行機でハワイで行かれる方かなりいらっしゃると思いますので気になる方は是非ね,ぜひね最後までご覧いただければなと思います。 ということで、まずね、このマハロラウンジの場所なんですけども、こういった形になっておりまして、ワイキキのですね、ロイヤルハワイセアンセンターの真向かいにね、ある、このワイキキショッピングプラザの2階ね、このマハロラウンジっていうのがあるんですよね。で、このマハロラウンジがあって、その向かいぐ隣の向かいぐらいにですね、JCB がね、運営しているプラザラウンジだったかな、あ,あるんですよね。ですので、もしね、行かれる方は、このマハロラウンジもね、ぜひ利用していただきたいなと思うんですけども、JCB のラウンジもね、一般 カードを持っているだけで、こちらね、入ることができますし、またね、JCB カードを持ってるとね、ピンクラインね、無料で乗ることができますので、JCB のカードもですね、1枚ね、ぜひ持ってっていただければなと思うんですけども、このマハロラウンジはですね、こういった場所にあります。で、サービス内容なんですけども、こういった形になっておりまして、キッズエリアからドリンクコーナー、ロッカー、お手洗い、休憩エリアということで、 結構ね、充実してるんですよね。でですね、ドリンクコーナーもあるんですよね。こちら無料で利用することができるっていう風になりますんで、これめちゃくちゃいいですよね。ハワイね、やはり何でもね。 物価が高いっていう風になりますんで飲み物がね無料でいただけるっていうのはねかなりありがたいですよねでまたですねキッズエリアにもねあるっていう風になりますんでお子様ねちょっとキッズエリアで遊ばせるなんてのもねいいと思いますしおむつ代もねあるお手洗いもね完備してるっていう風になりますんでこれはねめちゃくちゃいいですよねでまたですねここマハロラウンジということでそれ以外にもですね ANA のねデスクみたいな感じになっておりましてオプショナルツアーとか手荷物の預かり じない無料 Wi-Fi とととかかねあとはレストランの手配とかこういったものもですね、やっているっていう風になりますんで、まあ JCB の方もね、まあ同じようなサービス内容なんですけども、まあこういった感じでですね、いろんなサービスもね、利用できたり、またね、傘のレンタルとかもね、無料で利用することができるっていう風になりますんで、このね、私はあの、チェックアウトから、 飛行機までのね、時間が結構あって、私は JCB のね、ラウンジ、その時ね、利用させていただいたんですけども、これね、利用できると本当に荷物もね、あの、預かっててもらえますんで、まあ、重い荷物ね、持ってどっかで待ってたりしなくていいんでね、かなりね、あの、便利にね、利用することができますので、ぜひね、利用していただければな、なんていうふうに思うんですよね。で、今回このマハロラウンジがですね、ANA のね、マイレージクラブ会員に開放されるということで、入室条件なんですけども、東京から このルーの飛行機をですね、往復で ANA をね、利用されている方が、こちらね、対象っていうふうになっておりまして、同伴者は、本人を除き、18歳未満のお子様3名までね、利用することができて、ANA 便名のコードシェアの利用も OK っていった形になります。ですので、ANA のね、特典航空券は基本ね、往復っていうふうになりますんで、まあ問題ないかな、なんていうふうに思うんですけども、こちらね、特にステータスが あの、SFC 持ってなきゃ入れないとかね。まあそういったわけではなくてですね AN。ANA マイレージクラブ会員だったら利用することができるっていうふうになりますんで、まあ基本的にね、ANA の飛行機で行かれる方は誰でもね、利用することができるっていうふうになりますんで、これね、めちゃくちゃいいですよね。 で、利用方法なんですけども、ANA でね、ハワイって言われたことある方は知ってると思うんですけども、ANA がね、運営しているこちらのエクスプレスバスありますよね。こちら、ANA のね、このワイキショッピングプラザあたりからですね、出て、あの、アラモアナセンターまで無料でね、利用することができるね、ANA エクスプレスバスなんですけども、こちらのクーポンありますよね。これと同じクーポンで、このマハローラウンジもね、利用することができるっていうふうになりますんで、このバスもね、めちゃくちゃ便利なんで、ぜひね、利用 していただければなと思うんですすすけどももここのマハロラウンンジねね同じクーポででで利用ねすることができますで一応ね公式サイトね概要欄に載せておきますけども一応クーポンの出し方ねやっておきたいなと思います先日もねコメントありましたけども ANA のねマイレージアプリね非常に使いづらくなっちゃいましたよねはい私もそう思いますでまずですねクーポンの出し方なんですけどもこのトップ画面のですねもっと見るっていうのをね選択していただきますそうすると下の方にですね ANA ハワイえ真ん中辺か。ANA ハワイっていうのがありますよね。そうすると、ハワイのね、あの地図みたいなのが出てきますんで、そうするとね、ANA エクスプレスバス乗車券っていうのがありますよね。こちらを押していただくと、今ね、現在利用できるクーポンがございませんっていうのが、まあ、出てると思うんですけども、ANA の航空券で行っていただいて、紐づいてるとね、ここにクーポンが出ますので、まあ、こちらね、 え、見せていただくだけでこのバスも乗れますし、マハローラウンジもね、利用することができるっていう風になっておりますんで、こちらもね、覚えておいていただければなと思います。一応概要欄にね、公式サイト載せておきますんで、そこにもね、わかりやすい手順、あの、同じの載っておりますので、もしね、わかんなくなったらですね、そちらもね、チェックしていただければなと思います。ということで、今回ですね、ANA がですね、ファイキキショッピングプラザ2階にあるね、マハローラウンジを ANA マイレージクラブ会員ね、全員に 解放するっていうのはですね、発表いたしましたので、解説ね、させていただいたわけなんですけども、 いやね、これはめちゃくちゃありがたいですね。いや、本当にね、飲み物一つ買ってもね、やはりハワイはハワイなんでね、高いんですよね。まあ私はね、あの前回行った時、まあほとんど現金使わないで全部 D ポイントをね、使えるところで食事をしてえ飲み物を飲んでみたいなことをしておりましたので、まあほとんどね、お金払ってないんですけども、これからね、行かれる方、やはりね、ハワイは高いですので、まあちょっとね、一休みするのにここ行けばですね、無料でね、飲み物とかね、休憩することができるっていうふうになります。 ますんでぜひね利用していただければなと思いますまたね真向かいね jcb のラウンジありますんで jcb カードもねぜひ一般カードでもいいので持ってってくださいあとねアラモアナセンターに楽天のねラウンジもありますんで楽天カードもですねぜひねあのハワイ行かれる方はぜひね持ってっていただければなと思いますで昨日ですねトクタビマイルがね更新されましてまあこれはねいつもあのコミュニティ欄で発信してるんですけども一応ねまあ、昨日だったんでまたね今年はゴールデンウィークもね対象 とということで今はですね、4月の27日から5月の3日登場分までになっているんですけども、一応ね、特旅マイルで、減額マイルキャンペーンね、いつもね、ゴールデンウィーク期間はね、あの、やらないんですけども、2023年はね、対象になっておりますんで、まあ、これもね、結構お得、特にね、羽田札幌とかね、6000マイルで出ておりますので、いつもより1500マイルぐらいかな、片道少なくなっておりますんで、もしね、 4月の27日から5月の3日までね、利用される予定のある方は、ぜひね、チェックしていただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ